っちゃんです。茶色です。です。白です。なんの可愛いかなと思って。可愛いよ。今回はロト6、6月26日分の発表です。ロト6、なんかおっちゃんがねめっちゃ調べてきて、奇数対偶数の割合、はい、言っとったね。そうそうそう、でそれに基づいて買いましたそうだね、うん、一口目二口目が奇数対偶数が3対3で、3口目と4口目で奇数4の偶数2の割合で選びました。でね、その一口ずつで奇数と偶数の担当を変えてね、そう、予想したので、それを踏まえてどんな感じか、怖いこと言うね、ね、答え合わせをしていきます、はい、じゃあ6月26日の、抽選分ですね、はい、いきます。8 10 20 25 38 43 あまず何対何これ偶数が4だね、これだよね。だからもうスタートの段階で、ね、3対3か4対2で取ったんだけど、奇数偶数ね、うんうんうん、もうスタートの段階で敗れてたんだよね2対4っていうね。そうだね、いやそっちだったかっていう感じね、うん、3番目の確率だったんだよね、その2対4がそうだね 16% ね、うん、3番目の確率だったもんね。そうか、とりあえず見てみよう数字うん、まずその確率もあれだけどね、数字もねダメだね、全然ね、ダメだね、うん、まあそう簡単に当たりませんってことです、うん、まあでもこれね、なんでかって原因はわかるんだよ、うん、だって本来偶数4つで出たところを2つしかそれぞれ予想してないわけだから、うん、この時点でマックス2つしか当たらないね、うん、偶数は、うん、まあその逆も言えるんだけど、うん、もうそこでね崩れとった時点でね3つでも厳しいと思うね、うん、そこがピタッとはまってればもう少し奇数の中でのね確率の話になってくると、もしかしたら選ばれてたかもしれないんだけど、多分何言ってるか分からんだろうね、うん、カットしようか、カットしよう、うん、ということで、まあ、ロト6ダメだったね、惨敗です。はい、ね、ちょっとね予想屋っぽいことちゃんとしてみたのにね、うん、まあでもそういうの取り入れていくといつかピタッとくるかもわからんでね、ね、うん、数字合ってないけど奇数対偶数の予想当たったよとか、そんだけでもちょっと面白いかも、うれしいもんね、ね、お金にはならないけどまあねお金か、うん、そうだね、宝くじはね、そうだね、うん、ということでまたね、おっちゃんが単発的にこれ買いたいとかってなったらやると思いますので、うん、ね、その時はまたよろしくお願いします。ありがとうございました。